大晦日にもかかわらず、この埼玉スーパーアリーナにお集まりのハッスルファンの諸君、ご機嫌いかがかな。紹介しよう。我こそがハッスル軍総統有田だ。有田総統ことクリームシチューの有田さんじゃないですか。せい、来てくれたんですか。っていうか大丈夫ですか。正直今一番忙しい時期じゃないんですか。有田さん大丈夫ですか。上田さんも心配してますよ。上田、あんななプロレスファンはとっくにやめて、うんちくばっか言ってる天然パーマ、どうでもいいんだよ。それよりもこの私はプロレスが大好き、いやハッスルが大好きだから、よし、正月旅行のそのスケジュールキャンセルして来ちゃったよ。有田総統、お久しぶりです。 RG です。笑いの金メダル全く呼ばれなかったですけど、2008年は有田総統と RG はイッシャンウィッシャンイテクレア、見てくれ才能も全部 OK。 アルジでしゃばりました。本当お前変な空気にしてくれんな。同じ業界のはずなのにずいぶん久しぶりじゃないか。久しぶりです。ん、なんか消えそうな芸人ランキングとかにも入らずじまいで消えていくのか。ん、なあ、2008年頑張ります。まあまあ、とにかくクリームシチューの有田とこの有田総統は全くの別人、いや別人の設定ということにしてください。失礼しました。まあそれはそうと、私がこのハッスルに来たということはもう高田モンスター君の好きなようにはさせないぞ。うん、何だ、さっきの高田将軍、なんだあんなもんにこの私がビビって立ち退くとでも思ったか。うん、分かるだろう。うん、ちょっとあんなもんなんて簡単に言わないでくださいよ。妖精さんの盾が簡単に吹っ飛ばされちゃったんですよ。おめえ、っていうかハッスル軍に総統なんかいましたっけ。いない、いないぞ。そういえば誰だこれ、いないぞ。あ、あんたさては高田モンスター軍のスパイだろ。ああ、そういえばなんか自分高田総統に過去そっくりやけど。ちょっとサイさん、田尻さん、失礼なことやめてください。高田総統のスパイなわけないじゃないですか。失礼なことやめてくださいよ。あるじ、はい、もう入ってくんなよ。すいません。確かに突然なこう来ちゃったからちょっと勘違いしてる人もいると思う。ちょっと説明しないといけないな。なあ小川君、小川君いないの。あれ、いつの間、あれ、いつの間に、あ、そう、まあいいや。じゃあ説明しよう。高田モンスター軍の侵略を阻止するためにハッスル軍を創設したのがこの私、有田総統であるんだ。まあつまり、ウルトラマンというとこで、ゾフィーだ。それ分かりにくい。ウルトラマンエースでいうとこの、あのウルトラの父だ。ウルトラマン太郎でいうとこのウルトラの母だよ。ウルトラマンレオでいうとこのウルトラマンキング、あのウルトラマン、一休さんでいうとこの足利将軍だ。なるほどね、今のウルトラマン例えよく分かりました。え、いや嘘でしょ。いや本当に本当に、まあ難しいことはよく分かりませんけど、まあ我々の味方であることは間違いないですよ。
まあそれはいい。ところでだ、おい高田総統、この会場のどっかで見てんだろ。どうだこの私とお話ししてみるってのはどうだ。おいどうですか皆さん、うん、高田総統の中の高田総統、もしも男だったら私の目の前に出てこいや。おい出て行ってやろうじゃないかよ。にもかかわらずのこ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 とこの埼玉区になるまで電車に乗り継いでやってきた下々の師匠、そして紅白も見ずにハッスル祭りを見ているちょっと変わり者の師匠、君たちは偉いよ。うん偉い。我こそが高田の西軍総統、そしてハッスルの偉大なる支配者高田じゃ。もういいよ。ありがとう。ところでだ。ありがとうね。気持ち届いてるよこっち。ありがとう。有田総統とやらだと。何がハッスル君の総統だよお前。無理しやってもよ。というか。貴様、最近方々で私のモノマネをやってるらしいじゃないか。一体どういうつもりなんだよ。そんなにこの私にぶっ殺されたいのかよ、この顎男がよ。顎男？顎…元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があれば、小川をスリーパーで締め落とすこともできる。バカ野郎やっさバカになれ。っておい、今日はそういうのはちょっと契約に入ってないんだよ。うん、まあいい、話を先に進めよう。ん、高田総統とうとう会えたな。私はな、このハッスルシリーズハッスル1からずっとスカパーのペーパービューを購入して全部見てる。だからな、最近テレビ東京さんが地上波で放送してくれるって言った時はほんと嬉しかったよ。ありがとうテレビ東京。だからな、この間のハッスルマニアも久しぶりに見てもう感動して泣いちゃったよ。しかも甲斐川ひとみの試合でな。ん、ハッスル2で高田総統が初めて降臨した時、観客の空気がちょっと変な感じになったのもちゃんと見てるぞ。
ちょっとずつキャラクターチェンジしやがって、うん、モノマネする方の立場に待ってろ。まあいい、なかなかよ。ただな、ただハッスルを楽しんでみたわけじゃないぞ。高田総統の弱点を分析するために見た部分でもある。どうだ、ビビったか、大丈夫だか。おい、たまって聞いてるやん、この野郎。お前一体誰なんだよ。おい、どうも複雑な気持ちだよ。押されてる。うん、押されてるよ今日は。確かに押されてる。頑張れ、頑張れ。おいおいおい、君は何かい。忙しいところわざわざここに来てくれたって言ったな。うん、うんっつってんだよ。おい、分かった、私も忙しかったんだよ、こう見えてもよ。この後少しあるしさ。ちょっとあんな、今貴様この私に弱点があると言ったな。うん、まあプライベートはまあ少々あるとしても、ハッスルに関しては何ものあるわけねえじゃねえかよ。一つもこれっぽっちもよ。まあ言っとくわな、私の戦う化身である高田将軍見なかったのか、さっきよ。ん、将軍はな、エスペランサーよりもはるかに強力なんだよ、わかるだろうが。ん、もしもだ、将軍がリングに上がった暁にはすごいことになっちゃうよ、これすごいことになっちゃう。じゃあこうしよう、私の戦う化身であるアリペランサーをデビューさせて高田将軍と戦わせるってどうですか。え、おい、どうだ、貴様の戦う化身だと。わかった。で、そのアゴペランサーとかいうやつと高田将軍、どっちが強いか戦わしてみるか。おい、アリペランサーだよ。それをお前アゴペランサーだと。おい、いちいちモノマネすんなよ、本当にマジでよ。ん、今日時間がないんだよ。これ以上な、貴様と付き合ってるとやれんのかがやれなくなっちゃうんだよ。おい、ハッスル軍のバカ人ども、この激動の一年よくぞ生き抜いたよ。そのしぶとさだけは褒めてやる。しかしだ、来年は今年以上にこれでもか、これでもか、これでもか、これでもかと苦しみを与えてやるよ。よーく覚えとけよ。おいなあ、で、有田総統とやら、今日は君と絡めてちょっと楽しかったよ。またさ、またね、機会があってね、お会いしようじゃないか。なあ、で、下々の諸君も良い年を迎えてくれたまえよ。うん、バッド
ラックラあれだそうと、あの先ほどのご無礼をどうぞお許しください、うん、あの高田総統マイクで圧倒しましたよね。あなたはただもんじゃないですねそれより有田総統、高田総統の弱点見つけたんですか？教えてくださいよ。そしてアリペランサー早く登場させてくださいよ。ああ、あれね、あれはね、嘘だよ。せい、嘘ですか？それはないでしょう。それは勘弁してくださいよね、天竜さん。あるし、男はな、はったりかまさなきゃいけないのもあるんだよ。俺もな、若い頃は随分はったりかましたもんだよ。有田総統、はい、あんた、男だよ。おお、ありがとうございます。いや、本当ありがとうございます。いや、天竜さんにあれ、男だって言われると、はい、嬉しいね。ありがとうございます。いやそんなもできるんですか、有田総統。すごいですね。完璧。そういうことな、有田総統。いや、笑ってるじゃないですか、総統。何自分でやって笑ってるんですか、ちょっと。なんか今な、そこら辺で他団体の名前を言ったやついたな。せいでしょ、それは。お前、何これ、タコこれ。相当ご乱心です。相当そうだな、今日はこっちだったな。有田総統ですから。有田総統、これからもハッスル君かけながら支えてください。お願いします。分かった。それでは2007年の最後の締めは有田総統にやってもらっていいですよね。え OK ですよね。それでは皆さん、ご起立お願いします。これまでは有田総統だったけど、締めはやっぱり有田統括本部長でいきたいと思います。本日は大晦日ハッスル祭り、ご来場誠にありがとうございます。来年はね、ハッスルスポーツエンターテインメントのね、頂点に君臨します。もう少しだけ時間ください。すぐ終わります。僕も見たいです。私も必ずこのリングに戻ってくることを約束します。ですから、お客さんの中のお客さんもまたハッスルに見に来る。